手の交代をお知らせします。投手交代。ピッチャー古谷くん。古谷、ま、おいこいつ1年だぞ。マジかよ、随分と舐められたもんだな。お前ら高校野球の厳しさをあのルーキーに叩き込んでやり。はい。今日お前らの胸にこいつの名前が刻まれることになるぜ。その高めのストレートに手を出すな。あとヒットに、あとヒットに。バカな、試合に勝ってるのはうちだぞ。相変わらずえげつない球投げやがる。しかも球が荒れてるのが幸いだったな。このままいけば3年間あいつの控えになるのは確実だな。あんただって俺と同じ2軍じゃねえか。2年生にレギュラー取られて悔しくねえのかよ。いくら壁が高かろうがな、俺は絶対あんたみたいに死んだ目した選手にはなりたくねえ。俺のようにはなるなよ、沢村。どう？今までプロ野球も見ないって言ってたけど、試合を見ることも立派な勉強だって分かったでしょ？ちゃんと彼に教わってる？故障した肩を誰にも気づかせず試合に出場し続けたの。ここよ。肩甲下筋断裂および上腕腓内筋断裂。それでもわずかな可能性があるならと、彼は決してプレイヤーとしての道を譲らなかったのよ。俺何も知らねえであんなひでえこと。沢村くん。バカな一年と一緒に練習だなんて時間の無駄かもしれません。俺に野球を教えてください。どうした？ただ好きなだけじゃ上にはいけない。もっともっと野球のこと知らなきゃいけねえって。燃え尽きますよ。心配するな、別に構えたところに投げろとは言わんことなんて。仲間を信じて全力で投げ込むことだけだろ。うわ、いい音した。お前は古谷のような剛速球も丹波のようなカーブも投げられない。お前の持ち味は一体何だ？俺の持ち味、正確なコントロールに球速のアップ、これら2つはそう簡単に身につくものじゃない。お前の持ち味は必ず生きてくるはずだ。やはり1年にはエースナンバーは重すぎるようだな。ようやくエースの自覚が出てきたね。遅いけど。ストライク！バッターアウト！今の球。人は急激には変化などしない。焦って結果を求めるなと何度も言ってるだろう。ボールの握り方を意識していないがために毎回リリースポイントがずれる。だがその癖玉こそがお前の最大の持ち味。そんなお前がこのチームで生き残る道はただ一つ。その癖玉を磨き上げろ。焦らず上を目指せ。お前にはまだまだ先があるんだからな。沢村、次の試合での登板が決まったぞ。その結果で一軍に上がる二人を決定し、合宿を含め夏までは一軍20人を中心に練習していくわ。正道ね。
ない。チャンス。お前に与えられたチャンスは3イニングス。この前みたいにふぬけた球投げたら即交代させてもらうからな。プレイボール。右手の壁、ギリギリまで溜めた全身の力を。なんだ今の。早く掴むんだあの感覚を。右手で壁を作り、体のためを逃がさないようにする。たった一週間でこいつ、とんでもない武器手に入れようとしている。もっと力強く、もっと早く。クリス、この1ヶ月あいつの球を受けてきたのはお前だ。あいつの持ち味を生かしてやることができるか。あいつはマウンドでお前を待ってるぞ。選手交代をお願いします。キャッチャー小野に代わり、滝川。ピンチが一転、相手に動揺が生まれ、精神的にダメージを与えることができるぞ。迷いはいらん。自分を信じて思いっきり腕を振れ。なんだこれ。なんて球だ。ど真ん中へのストレート、お前の大好きな真っ向勝負。ど真ん中、なめるな。一塁のカバーは頼む。何？ライトがファーストのベースカバーだと？まさかクリスの考えたシフトは初めからこれを狙って。アウト。あのキャッチャーが入って一気に流れが変わってねえか。これが1年も実戦を離れていた人のプレーか。早くブルペンに入れ。あの新しいフォームまだ完成してないんだろう。お願いします。正捕手としてあいつの球を見ておいた方がいい。面白いもんが見られるぞ。沢村、新しいフォームどういう意識で投げてる？でもどうやったら壁を作れるか分かんなくて、こう投げるときにグローブを潰すようにしてますけど。右手の壁を意識しつつ、右足はホームに一直線になるように踏み出してみろ。右手の壁、右足をホームと一直線に。これは。おい、ワンアウト一二塁。俺はただクリス先輩のミットに全力で投げ込むだけだ。ワンアウトランナー二塁。しかもここから打順が上位打線。ここで一気に点差を広げることができるか。フォール。ちょっと詰まったかな。こいつ、これがお前と組む最後のイニングになるからな。最高のボールを投げてみせろ。あんな1年のピッチャー相手に何やってんだ。情けねえ。これじゃあ今年の夏も甲子園は無理だな。たった2年半しかない高校野球で
1年を棒に振るブランクがどれだけ大きいか。ザイツ、俺はまだクリス先輩に何も返していない。財前、財前直行、俺中学の時にあの野郎に全打席三振食らったことあんぜ。何球ファール続けんだ。めちゃくちゃ粘ってんぞ。気持ちで負けるな、沢村。つまんねえリードで勝負から逃げんじゃねえぞ、てめえ。心配すんな、俺にもどんな球が来るかわからん。今はただ最高のボールをあの人のミットに。ナイスボールだ。まだ試合はこれからだろうが、さっさと守備につけ、バカ野郎。夏への戦いはすでに始まっている。選手選考に時間はかけられない。今すぐ選手を全員集めろ。今から一軍昇格選手を発表する。そうか、一軍昇格。1年小湊春市、同じく1年沢村栄純。今日も走んのか。やめとけ、外は雨だぜ。大丈夫っすよ、俺は雨なんかに負けねえすから。バカ野郎、そういうことじゃ。もう指の状態はいいのか。あ、はい、この通り。おはようございます、クリス先輩。俺の時とえらい違いだな、この野郎。沢村、お前には言っておいたよな、お前俺のようになりたいのか。お前ら二人を一人前の投手として育て上げる。これはチームのためにやっていることだ。あの二人動きが半端ねえ。この合宿が来るといよいよ夏間近って感じがしますな。今年も脱落者が出なければいいですけど。なんか合宿って言ってもいつもとあんま変わんないっすね。つうかお前もっと食っていいぞ、日が落ちても練習は続くからな。最低でも丼3杯以上だぞ。残したら報告しろと先輩たちからのお達しだ。早くマウンドに立ちたい。シャドウでホームを固めるよりボールを使った方が感覚をつかみやすいからな。これ全部フォームを体に染み込ませるんだ。いいな。辛かったら休んででもいいんだぞ。お前と変わりたいってやつはたくさんいるからさ。明日も朝からやるぞ。ストレッチして早く上がれ。ナイスボールノリ。なんかお前に褒められると気持ち悪い。絶対裏があんだろ。よそ見してんじゃねえ、こっちに集中しろ。くそ、早く投げたい。ナイスだ。
もっと来い。俺は全然へばってねえぞ。もう一本。うがうがうー。変われ。俺が撃つ。ガンガン行くぞ。